ションや良質な温泉で有名な新南の旅館。過去には動物たちが泊まりたい旅館ベスト10に選ばれたことがある。そこには日々おもてなしの心でお客様の接客を行うホテルマンたちがいた。よし、これでいいかな。では続いてはお風呂の準備を。これは皆さん、ようこそお越しくださりました。私は当館で支配人を務めている者です。あ、しかしまあ、なんといってもこのお風呂が、はい、欲しいの。あ、お湯が沸いてないですね。もう誰かお湯沸かしてくれ。はい、わかりました。まずはね、温泉が温まってないことにあったら、いってらっしゃいませ。
岡之助さんはこのようにお花の上に乗ってバランスを取ります。同じようにお花
らしいです。ありがとうございました。頑張っていただきました。はい、猫さんにも拍手をお願いします。いやー、ありがとうございました。どうも。もう間もなく、VIP のお客様が到着されます。各自、準備に当たってください。大変です。そういえば、お湯が熱いままでした。大変です。これはいけません。では、お友達さん、冷ましていきましょう。向こう側にあります、金色の赤いの、金色の水道管、赤いところを2、3回ひねってください。そうすると、ちょうどいい温度になると思いますから。いきますよ。あの水道をひねってください。では、熱いお湯、ピップの方がね、入られて、とても大変です。困ったな。あれ、そっちじゃないですよ。そっちの危険なやつはそっちなんですよ。もう一回行きます。こっちの危険なやつは触っちゃダメですからね。お願いしますよ。触っちゃダメですよ。ちょっとおかしいね。調子がちょっと、よし、触っちゃダメですよ。やっちゃいました。これは触って食べないんですから、置いといて欲しかったのに。このこっちのですね、わー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 、なんか、あっ、なんか大変なことになってきましたよ。わかりますか。もう、そっちです、そっちですね。かなりの水が出てきて、お湯がぬるくなっちゃいました。どうしましょう。もう一度温め